投資信託のコーナーです。本日のゲスト、フィンウェル研究所代表野地聡さんです。こんにちは。こんにちは。いつもありがとうございます。とんでもありません。ありがとうございます。今日深いんですよ、テーマが。40年間の金融サラリーマン生活で学んだ資産運用。深いですよね、これ。あの失敗の連続でしたっていう話をするしかなくて、ちょっと恥ずかしいんですよね。どうでしょう。そうは言っても、資産運用の、極意は長期分散っていうふうにこう言われますけども、うんね、はい、実践的に歴史的にどのようにお感じになられておりますでしょうか。ご存知の方も多いかと思うんですが、私は大学を卒業して最初に入ったのが山一証券という会社で、16年ぐらい勤めていて、自主廃業になりました。で、16年ぐらいの間長期投資をずっとやってました、はい、それからお給料の中から時間分散で積み立てをやってました。ただ積み立てをした株が、はい、自社株だったというところで、はい、真ん中の資産分散はできてなかったんですよね。なるほど。で本当に学んだなって思うのは、はい、長期というか資産分散時間分散ってよく言うんですけど、はい、どれかをやっとけばいいやっていうんではなくて、これ実は3つともやっとかなきゃいけないっていうことなんだと思うんですよね。それがこう一つ一つでは役に立たなかったっていう話だと思ってまして、はい、リーマンショックの時も実は資産分散がやってても全然意味なかったって、はい、声がありましてね、はい、私よく証券会社で勤務をしてた頃って、分散投資の時に卵は一つのカゴに盛るなっていう、よく格言を使って話をしてましたけど、はい、よくよく考えると、卵、例えば9つある卵を1個のカゴに置いておくと、落としちゃったら全部潰れちゃうんだよ、はい、でも3つのカゴに分けとけば1つ落としても残ってるよねって、ここでお話が終わってるんですよ、でもよく考えたら全部卵ですよねっていうことです。でしかも1個落としたら一応3分の1損してるってことじゃないですか、はい、これで終わっちゃダメで、きっと残ってる卵がヒナに帰って親鳥になってまたその卵を産むっていう、長期の時間軸がないとダメだとすると、はい、長期投資と資産分散ってやっぱり不可分だなって思うんですよね、はい、だからこの図表でいけばプラスプラスじゃなくって、はい、かつかつですね。そうですね、おっしゃる通りですね。言うの反対つけなきゃいけないってことですね、うん、そうかもしれませんね。であれば長期かつ資産分散かつ時間分散、はい、イコール極意に近づけると、はい、そういうことですね、いうことですね、はいはい、それと、資産運用っていうことではありますけども、うん、はい、その単に運用だけではなくて、例えばその、うん、若い頃ですと借入れ金とか住宅ローンとかあるじゃないですか、はい、これもやっぱり資産運用の一つの極意になってくる、はい、そうですね。実はその借入れをするとか、負債を抱えてそれを返済をしていくとかっていうのはこれすごく大事なポイントだと思うんですけど、ちょっと次の紙見ていただくと、実は資産運用っていう言葉と資産形成っていう言葉は実は違うんですね、はい、資産運用というのは出来上がった資産なりを、まずは減らさない、運用していくってことですよね、はい、で資産形成っていうのは運用するかどうかは二の次で、問題はちゃんと収入からお金が入ってこなきゃいけない、はい、ここは全部赤いので囲っちゃってますけど、収入を得るっていう活動も含めて資産形成だと思うんですよね、はい、でその時に大事なのがこの時間分散のところが、実はちょっと動かしてみますと、はい、減って、消えてますけど、これ出てくるのは積み立て投資っていう意味なんですよね。時間分散は単に時間を分散するっていう意味ではなくて、投資を始める、もしくは積み立てていくことを時間を分けてやっていこうっていうことだと思っていますので、資産形成って言った時は収入も大事だよと、はい、収入がないと、例えばまた住宅ローン組んだとか、他に借り入れをしたところでもちゃんと返していけるっていうのと同じように、資産形成っていうのは収入があって初めて意味があるんだっていうところがやっぱり大事なポイントの一つになってくるんじゃないかなと思うんですよね。それともう一つは、もちろん今ご指摘あった収入っていう部分もありますし、はい、積み立てっていうことは働くお金を増やしていきましょうよってことですよね。そうですね。だから元本とは言わないですが、働く原資を増やしていくっていうことをしないと、それは増え方も累積的にはいかないですよね。おっしゃる通りですね。ここで我々がよく議論しないといけないなっていうのは、どうやって収入を上げるかっていう問題と、はい、それからやっぱり収入を少しでも多くすれば、当然のことなら資産形成に回せるお金も大きくなるわけですので、はい、
まあ、いくつかのこう議論をする場合にあんまり単純にこう運用ではなくて、その運用の原資をどうやって作ってくるか、 できた原資で運用してるっていうことは、まあ、今桜井さんおっしゃったように、はい、そのお金も働いてくれてるっていう意味ですので、さらに新しい収入をもたらしてくれるって、はい、こういうふうに考えていくことができるんじゃないかと思うんですね。ただ得てして我々の議論っていうのは今の表でいくと、はい、その上の収入の部分っていうのがなんかどっか他のところ行っちゃってて、うん、そうですね、その資産形成っていう言葉だけがこうクローズアップされるじゃないですか、はいはい、そうじゃないよねってことですね。違いますね。あの自分の経験でいくと、その最初に入った会社が自主廃業という形で止まってしまった時に、はい、やっぱり一番最初に困ることは資産運用ではないですよね、収入をどうするか、はい、収入からどうやって、まあ次の資産形成の原資をどうするかって考えていくっていうことだと思いますので、まあ、やっぱり私はあの資産形成を考えましょうっていう時にやっぱり一番大事なベースになるのは収入をどう稼いでいくか、はい、ここにあるんじゃないかと。そうやって考えていくと、まあ、単に皆さんよく、はい、我々もそうですけども、うん、資産運用とか資産形成っていう言葉を使いますけども、はい、うん、それだけじゃなくて、はい、つまり逆に言うと自分の生き様と向き合わないとこれなかなかうまくいかないよっていう、うん、かっこよく言うとそういうことですよね。そうですね。それすごく大事なことだと思いますね。だけど嫌じゃないですか、自分の生き様と向き合うのって。ね、はい、そこをやっぱり無理しながらも全部全体像をつかむっていうことが必要、うん、というところですね。そうですね。それともう一つ、はい、資料を頂戴してるんですが、そうですね、こっちは資産活用の考え方ですよね、はい、資産活用っていうのは今度はあの長期で資産分散をするけど、はい、あの最後の時間分散のところは積み立て投資じゃないんですよね、はい、資産活用っていうのは出来上がった資産を今度は取り崩しながら、はい、生活費に当てていくっていうことなんで、ここが消えて代わりに出てくるのが定額取り崩し、はい、あ、ごめんなさい、定期の取り崩しですね。取り崩し方は定額なのか定率なのかいろいろやり方はあるんですけど、はい、まあ、一定期間ごとに取り崩していくよっていうアイデアは時間分散のことでもあるので、同じように資産運用ですけど資産活用の局面における資産運用は資産形成とはちょっと違っているんだっていうところもあのよく理解をしていただくと、この3つの長期分散、時間分散の、はい、この立て付けっていうのが見えてくるっていうふうに思うんですよね。でここのところも資産活用ばっかりクローズアップされるんですが、はい、うん、入り口ばっかりクローズアップされて、はい、出口があまりないって、それは野次さんが主張しているような、はい、その使いましょうよっていう部分につながってくると思うんです。ここの議論ってやっぱり向き合ってどこでいつ何が必要っていうのになってくるんでしょうね、はい、そうですね。それとあの今ちょうど海外での事例だとかこういう議論を一生懸命資料だとか読んでいるんですけど、はい、我々考えなきゃいけないなって思うのはこういうなんていうかお金との向き合い方が年齢によって変わってくるぞっていうところなんですよね、はいはい、その60代70代と80代90代ではやっぱりお金とかさっきの生活に対する姿勢みたいなものも変わってきますので、はい、ここがどう変わってくるのか、いつぐらい変わってくるのか、はい、そしてそれがいつまで続くのかっていう、まあ、期間の問題と、それから今お話になられたあの使わないで済ますっていうわけにはいかない、はい、ましてあの高齢者がたくさんお金持ってて日本経済はだんだん人口が減っていく中 で抱えたばかりではダメだよねと、使ってよ高齢者っていう世界だと思いますので、この期間と使う量っていうのがこれからの私たちにとっては大事なポイントになってくると思いますね。得てしてその資産活用とかしましょうよっておやりになってる方も多いですし、まあ上からずっと相続で預かってきた資産をまあ守ってる方も多いですけども、意外と取り崩して使うっていうのは抵抗もあるでしょうし、少ないですよね。ありますね。あのこう難しい議論にするつもりは全くないんですけど、今の60歳以上高齢者ってやっぱり資産の3分の2以上は現金預金なんですよね、はい、でこの現金とか預金とかっていうこの資産はあの何かを作り上げていくっていう分にはちょっともう力のない状態ですから、それはだって倍にするのに700年以上かかるんですよね。こんな力のない状態だとすると、はい、使わないようにするっていう発想が先に立っちゃうんですよね、はい、で使わないようにすることは決して日本経済のためにはならないので、
こういう時こそ高齢者が頑張って日本経済支えるぞっていうような気概があってもいいんじゃないかなって思いますね。あとは使わないと楽しくないですよね。そうですね、個人としては絶対そうです、はい、だって どこにも行かないで何もその贅沢なものも食べないで何もしないって絶対楽しくないですよ。なんかこう夢があるからこう資産運用活用しようっていう話ですから、はい、そうですね、使わないとこう意欲もなかなか湧いてこないっていうことです、ね、それは現役の時もそうですよね、はい、やっぱり退職した後とか将来自分がこのお金を使って楽しむので今少しその分を我慢して将来にお金を回していこうという発想ですから、はい、最後の最後までずっと辛い思いをしてたら、あんまり意味はありませんので、そうですよね、少しでも使って楽しんでほしいんですよね。いい車に乗るぞとかオーロラ見に行くぞとかいろいろありますよね。ありますね。だからそういうところを使っていろんなところを活用の極意としていくっていう、はい、つまり、表面上だけではなくて、やっぱ本音で向き合うってことですかね、自分に。そうですね、それと保守的に考えるけど姿勢は積極的であってほしいっていうのがやっぱり大事なポイントだと思うんですよね。だからまあ2000万円問題でも2000万円という数字だけがクローズアップしてきているんですが、はい、じゃあそれ全部生活費ですかっていうとなんか寂しいっちゃ寂しい、ちょっと寂しいですよね、ところが残念ながら出てきちゃうっていうところですね。あんまりこう楽しいものではない資産形成とか資産活用って辛いだけなの嫌ですよね。そうですよね、はい、でまあ、そういうことを含めてストックボイスでも、はい、まあ、このフェアがありますけども、はい、またご登壇いただくと、あ、そうです、はい、いうことで、この分野においては野尻さんしかいないと。いやいや、そんなかっこいいもんではないんですけど、でも呼んでいただいて資産形成フェスタって呼ばれるぐらいこうなんかいろんな方々が出てくる中でちょっと頑張って、はい、いろんなメッセージを出していけたらいいなってまあ、だからどっちかというとこの真ん中から左は生臭い話が多いと思いますけど、真ん中から右は資産形成とかそういうところに多分なってくるんじゃ、まあ武者さんも日経金とか喋るとは思いますけど、そうですね、武者さんと一緒にやらせていただけるのは大変嬉しいなと思います。でも現実問題として大前提としてあるのがこの資産運用資産活用だよっていうことはやっぱり忘れてはいけない。そうですね、ということですね、はい、何が資産なのかっていうことをもう少し考えていく必要がある、こういうふうに思ってますね。だからやっぱり考える、見つめ直すっていう、嫌なんだけどやんなきゃいけない、うん、そこを逃げて通っちゃいけないよと、はい、言ったようなことを含めてまたストボのフェアでもお話しいただければと思います、はい、野尻さん今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。